ウィース、友田です。今回は、オータ装備の使い方というものを教えていこうと思うんですけど、まあ、実際正しい使い方っていうのはなくて、使うにあたってのコツみたいなもんなんですけど、まあ、みんなが多分思ってるのは、サブマとスナイパーの区別が、どこでサブマを持って、どこでスナイパーを持っていいかっていう区別だと思うんですけど、まあ、僕がスナイパーを持つときは、開幕スナイパーを持つときと、体力が削られてて、敵が近距離にいるときと GKS で抜けない距離に敵がいるときの3パターンなんですけど、まあ、GKS で抜けない距離なんて、まあ、広いマップ以外じゃないとほとんどそういう場面に出くわさないんで、まあ、ほとんどスナイパーは開幕以外持たずに、中盤から後半はほとんどサブマだけでやってるっていうイメージで大丈夫です。で、こっち側の開幕は普通に弱いんで、てか俺自体もともと開幕スナイパーが苦手なんで、ほとんど開幕に行かないんですけど、なんでまあとりあえず強い障害物の裏取って、で、ここがあれですね、GKS で撃った時に赤点が出てるんで、まあそれに寄せられた、引きつけられた敵を読み撃ちするみたいな感じだったんですけど、まあサーチって赤点出た時点でもう敵にバシバレてるんで、もう GKS とかもスナイパーとかでもどんどん読み撃ちしちゃっても、もう1バレてるんで、その1回赤点出したこの時点で赤点が出てるんで、もう撃ちたいとこ撃って敵いればラッキーみたいな感じで、読み撃ちすればいいですね。で、まあ基本的に障害物の裏で戦うのがサーチなんで、まあ相手に強ポ取られたらスナイパーで抜いて、そっから強ポ取り返してサブまでぶちをかしていけばいい話なんですけど、まあそういう単純なゲームです、サーチは。で、あと、オータ回復しない問題なんですけど、まあ BO4 自体いつでも回復できるんで、そのすぐダメージを食らったからって言って回復するのではなくて、ちゃんと敵より有利な位置を取って回復するのが、まあ僕の中ではベストだと思ってるんですけど、まあ、正解なんてないんでね。これに関しては普通に難しい問題であります。でも体力が20とか30とか7とかの時は、まあ、普通に GKS で撃ち合っても一発二発入れられたら、しばかれちゃうんで、まあそういう時はね、スナイパーで近距離得意な人は、ショットガンのように扱って殺すのがベストなんですけど、まあ体力マックスの状態で、近距離でスナイパー、ポンポン外してたら、ただの戦犯なんで、そこには注意して、使いどころをちゃんと分けて、やった方がよろしいと、僕は思います。で、まあ、まとめると、まあ、スナイパーの使いどころはしっかりしましょうってのと、回復のタイミングは、まあ、どれがベストかわからんけど、すぐ回復するのは、ナンセンスで、しっかりと敵より有利なポジションを取って、回復できるタイミングを、見計らって回復しましょうっていう。まあ、死ぬ確率も高いですけどね、その駆け引きは。っていうまとめでございます。で、まあ、ダメージ食らった後に、どうやってスナイパーで一発撃転させるかっていう、イメージがつかない人がいたら、ちょっと話したのが無駄になるんで、まあ、一本だけ最後に、そのシーンを載せとくんで、それで理解してください。以上、太田ブロック554でした。皆さん、次の動画で会いましょおっさんさん。もう設置するね。あ、バッあ、テやナばパー。そう。あ、でブきラん。ックできんチェわ、ーン設置。系。は、どこで死んだってよ。うわー、裏二人。あ、奥さん。